日本神奈川県足柄下郡真鶴町岩岩は,は、神奈川県足柄下郡真鶴町の地名。郵便番号は259-0202。神奈川県の南部に位置する。北部は小田原市港の裏に接する。南西部は湯河原町に接する。南部は真鶴町真鶴に接する。町域内を真鶴道路や国道135号。 神奈川県道740号小田原湯河原線、小田原湯河原広域農道、大猿山農道が通っている。また、東海道線の線路が縦断しており、北端付近を東海道新幹線のトンネルが通過している。東部一帯は相模湾に面するため、民宿や旅館、別荘が点在する他は、南東海岸沿いに海水浴場と岩漁港が存在する。 北部海岸沿いの丘陵は、みかんの栽培が盛んである。また、市街地の北の山には本小松石の採石場が多い。2015年10月1日現在の世帯数と、人口は以下の通りである。かつては、豆草忍者鉄道が域内を通っていたが、岩村時代に、関東大震災により、全線不通、廃線 AB、平成27年国勢調査の調査結果、 総務省統計局。2018年2月28日閲覧。AB、郵便番号。日本郵便。2017年11月27日閲覧。市外局番の一覧。総務省。2018年2月28日閲覧。岩井木崎一覧。伊豆箱根バス株式会社。2017年10月28日閲覧。 長坂橋停留所情報、箱根登山バス株式会社、2017年10月28日閲覧、根深川駅停留所情報、箱根登山バス株式会社、2017年10月28日閲覧、ありがとうございます。